めてよかったね。絶好の夏フェス日和。うん、それにミューズ赤穂のみんなと一緒にライブができるなんてとっても嬉しい。私も同じ気持ちだよ。ライブが今から待ち遠しいな。ねえ、ライブまでフェスを見て回らない？いいね。人もすごいし、迷子にならないように気をつけないとね。そうね。こんなところで迷子になったら大変だわ。みんなとはぐれないようにしなきゃ。ん？カリン、何か言いましたか？なんでもないわ。ほら、時間ももったいないし、早く行きましょ。あ、待ってください。皆さんに夏フェスの必需品を渡しておきます。はい、熱中症対策グッズです。皆さんの分も持ってきました。わー、ひんやりウェットティッシュだ。助かるよ。あと、こちらの塩分タブレットに冷却シートも渡しておきますね。それからタオルとミニ扇風機も。ちょっと待って、ちょっと多すぎじゃない？いいえ、夏フェスの暑さは侮れません。何かあってからでは遅いですから、万全の対策をしなければ。脱水症状も怖いので、皆さんきちんと水分補給してくださいね。確かにその通りやね。いっぱい準備してくれてありがとう、海ちゃん。準備もだけど、こんなにたくさん持ってくるの重かったんじゃない？うん、ありがとう、海ちゃん。大切に使わせてもらうね。はい、では早速行きましょう。どこから回りますか？実は見たいロックバンドのステージがあるんだ。なのでそこに行きたいであります。ロックバンドか、ちょっと興味あるな。ねえ、ロックバンドもいいけど、昨日歩夢が教えてくれた夏フェス限定ジュースも気になってるの。ほら、これ。はい、ステージも見たいけど、どうしてもこのパンフに載ってる限定ジュースのことが気になっちゃって。これはとても美味しそうですね。限定だから売り切れちゃうかもしれないし、ここは二手に分かれるのはどうかしら。そうしよっか。じゃあステージに行くグループとジュースを買いに行くグループに分かれよ。では集合場所を決めて後ほど合流しましょう。うん、それじゃあみんなで夏フェスを楽しもう。おー、わー、お客さんがこんなにたくさん。うん、かなり有名なロックバンドだからね。リコちゃんはこのバンドの曲聴くの初めてなんやっけ？うん、このバンドの曲はまだ聴いたことがなくて。そっか、じゃあいい刺激になるんじゃないかな。刺激か、うん、そうだといいな。あ、そろそろ始まるよ。うわ、このメロディー聴いたことがある。でもどんどん曲が変わって、これクラシックの曲のメロディーをいろいろ織り交ぜて一つの曲にしてるんだ。でもちゃんとロックになってる。すごい。わー、この曲私も聞いたことないから、きっと今回の夏フェス用の限定曲だよ。そうなんだ、素敵。なんだか次の曲作りのインスピレーションが湧いてきたかも。新しい音楽に出会うのも夏フェスの醍醐味やね。うん、忘れないうちにメモしとかなきゃ。あ、みんな手をつないでだって。
周りのお客さんもみんな手をつなぎ出してる。手をつないでみんなで盛り上がるのはこのバンドの名物なんだ。私たちもやろう。うん。わあ、曲に合わせてこうやって盛り上がるのすごく楽しい。うん、一体感っていうのかな、周りのみんなの熱気がこっちまで伝わってきてる。二人ともそろそろ最後の決めのジャンプが来るよ。1、2のジャンプ。楽しかった。リコちゃんが楽しんでくれて私も嬉しいよ。最初から最後まで大興奮だったね。だって本当にすごかったから。フェスって素敵だね。すっごく楽しい。うちもこのバンドの CD 欲しくなっちゃった。じゃあステージも終わったし、そろそろ集合場所に行こっか。かりんちゃんたちにメッセ送っておくよ。ありがとう、のぞみさん。いえいえ。よし、メッセも送ったし出発しよっか。うん。さすがは夏フェス限定ジュース、すごい行列ね。買うには時間がかかりそう。そうですね、ごめんなさい。私がもっとちゃんと調べておけば。いえ、歩がこのドリンクを調べてくれたから、私たちもこんなに美味しそうなドリンクの存在を知れたんですよ。そうよ、夏フェスはアーティストのステージはもちろんだけど、限定グルメの楽しみもあるんだから。そう言ってもらえると嬉しいです。でもかりんさんが最初にドリンクのことを言ってくれてよかった。後で買いに行こうとしたらきっともっと並んでいたと思うし。はい、私たちの後ろにもどんどん人が並んできていますから。待てばそれだけ冷たいドリンクがもっと美味しくなるはずよ。どんな味なんだろう、ワクワクしちゃうな。それにしてもここまで日差しがきついとやっぱり暑いわね。カリン、そんな風に仰いだら胸元が見えてしまいます。あら、海ちゃんには刺激が強いかしら。もっと見てもいいのよ。いけません、私には刺激が強すぎます。カリンさん、暑いなら私がタオルで仰ぎますよ。ありがとう、あゆむ。涼しいわ。よかった。では私も仰ぎます。ですからカリン、その刺激が強い行動は。わかったわ。なら私だけ仰いでもらうのも悪いし、ジュースが買えるまでみんなで仰ぎ合いっこしましょう。おいしい。ピーチとベリーが甘酸っぱくてほてった体にしみるわ。それに中に入ってる凍ったフルーツもハートとか星型で見た目も可愛いわね。写真映えしそう。本当ですね。それに中のフルーツも凍ってるからシャリシャリ甘酸っぱくって食べるのが止まらなくなっちゃう。冷たくて暑い中で飲むとまた格別ですね。おーい、みんなー。あ、ヨウちゃんたちだ。ヨウちゃん、ここだよ。合流できてよかった。あ、それがフェス限定って言ってたジュース？ええ、3人のジュースも買ってありますよ。さ、冷たいうちにどうぞ。わあ、ありがとう。それじゃあ早速いただくね。うん、おいしい。
ースとシャリシャリの甘酸っぱいフルーツがたまらない。ん？あれ、この曲もしかして。え、ようちゃん急に走ってどこ行くの？とにかく追いかけよう。ようちゃん、どこ行ったんだろう。こっちに走って行ったと思うのですが。あ、あそこ。最高、イエーイ。ようちゃん楽しそうね。あ、このグループ、ようちゃんが見たいって言ってたアーティストだ。それで慌てて走っていったんやね。イエーイ、次の曲。ようちゃん。あ、リコちゃん、それにみんなも。ようちゃん急に走っていっちゃうんだもん、びっくりしちゃったよ。何も言わずに飛び出しちゃってごめんね。大好きな曲が聞こえたからつい。よっぽど好きなのね、このアーティスト。うん、家族が好きで、私も小さい頃からよく聞いてたんだ。そうだったんですね。もうそれならそうと私たちも誘ってください。そうだよ、ようちゃんが好きなアーティスト教えてほしいな。みんな、さあようちゃん、次の曲始まるよ、みんなで見よう。うん。あ、この曲アルバムに収録されてない曲だ。素敵な曲だね。ええ、本当ですね。さあ、私たちもように負けないくらい楽しみましょう。うん、私もみんなと一緒にジャンプしちゃおう。えい。あー、楽しかった。もう大満足だよ、本当に最高だった。みんなありがとう。こっちこそすっごく楽しかったよ。最後はもうずっと手を振り上げっぱなしだったよ。ええ、ステージはもちろんだけど、周りのお客さんの熱量もすごいから、つられてさらに盛り上がっちゃったわ。すごい歓声。何のステージをやってるんだろう。行ってみよっか。はい、行きましょう。よし、あっちのステージに全速前進、よっしゃらー。はあ、みんなとってもかわいい。あの歓声の正体は他のスクールアイドルのステージだったのですね。うん、とってもかわいい。それに夏をテーマにした曲がフェスのステージにも合ってるね。衣装も透け感のあるレースをいっぱい使ってて涼しそうだし、よく考えてるよね。すごいな。歌もダンスも激しいのにすごく綺麗に揃ってる。それにこの炎天下でも疲れを感じさせない、すごいわね。どの子もみんなキラキラの笑顔ですっごく楽しそう。可愛くてワクワクで胸がドキドキして目が離せない。すごく素敵なステージ。私も頑張らなきゃ。私もキラキラして胸がときめくようなステージにしなくっちゃ。さっきのステージすごかったね。うん、どの子もすっごく素敵なパフォーマンスだった。これは私たちも負けていられませんね。そうね、
私もお客さんみんなが熱狂するような熱いステージにしてみせるわ。はい、私も楽しくてみんなを笑顔にできるようなステージにしたいです。みんな刺激されちゃったみたいやね。ねえみんな、自分たちのステージまでまだ時間あるから、ちょっとうちに付き合ってくれない？それは構いませんが、どこに行くのですか？内緒。でもきっとみんなが大好きなステージだと思うよ。みんなが大好きなステージか。バンドのステージとか？さっきみたいな他のスクールアイドルのステージかもしれないわよ。さっき向こうに DJ ブースもあったから、そっちの可能性も。のぞみさん、教えてください。ついてからのお楽しみだよ。はい、到着。え、ここってちゃんとみんなが大好きなステージでしょ？このステージ、飛び入りで参加できるんだって。でもどうしてここに？自分たちのステージならこの後にあるけど。さっき他のスクールアイドルのステージを見て、みんな今すぐ歌いたいって思ったんやない？それはみんなの顔に書いてあったよ。自分たちの出番まで待ちきれないって。どう？この6人で即興のステージをやらない？きっと楽しいと思うんだ。のぞみには何でもお見通しみたいですね。私も早く歌いたいって思っちゃいました。私もずっとうずうずしてたの。あんなキラキラした熱いステージを見たから、早く歌いたい、踊りたいってなっちゃってた。考えることはみんな一緒ね。早くお客さんを魅了したいわ。じゃあ即興ステージはみんなオッケーってことやね。ええ、やりましょう。この6人でやるステージ、一体どんな風になるんだろう。楽しみだな。うん、この6人なら新しいステージができそう。では時間もあまりないことですし、すぐに動きましょう。よし、じゃあやっちゃいますか。それじゃあみんな準備はいい？はい、いつでも大丈夫です。バッチリだよ。早く歌いたいな。どのライブも全力でやりきります。ここのお客さんもみんな魅了してあげるわ。みんな気合十分だね。でも私だって負けないから。即興ステージ、みんなで目いっぱい楽しもう。おー、見てくれてありがとう。みんなにたくさん声援をもらえて嬉しかったです。でもまだまだ私たちのステージは終わりじゃないわよ。この後別のステージでもライブをやります。ミューズ、アクア、虹学がパフォーマンスを披露しますので、ぜひ見に来てくださいね。じゃあ次のステージで会おうね。またね。わー、すっごく楽しかった。うん、しかもアンコールまでもらえるなんて。
ったわ。うん、喜んでもらえて本当によかった。皆さん本当に楽しそうに見てくださって、暑さなんて忘れてしまいました。うちもやっぱりフェスって最高よね。あ、メッセが来た。そろそろ時間だよって。え、あ、もうそんな時間なんだ。アンコールまでやったから思ったより時間かかっちゃったもんね。こうしてはいられません。みんなのところに合流しましょう。そうだね、早く行かないとステージに遅れちゃう。スクールアイドルがライブに遅刻なんて絶対ダメだもの。みんな急ぐわよ。そうやね、それじゃあ走るよ。え、のぞみさん待ってください。夏フェスはまだまだこれからなんだから、飛ばしていくよ。よし、私も負けないよ。え、ちょっと待って、はぐれないようにしないと。そうだね、行こう。ちょっと急ぐとは言っても走るのは危ないです。ちょっと待ってください。